りょうこさん、おはようございます。メッセージをありがとうございます。今回のお問い合わせなんですけども、 Facebook のね、このエッジランクってやつですよね。これはね、例えば同じ土地に住んでますよとか、同じような記事を書いてますよとか、まあ、同じような趣味を持ってますよ、プロフィール欄が似てますよとかっていうので関連付けられることが多いんですよね。でもちろんですね、よく記事を見ている、見られているって関係の人も知り合いかもで出てくるケースは多いです。このね、エッジランクっていうのは初期はデタラメで、私のエッジランク初期の頃っていうのはね、もう7年ぐらい前ですけども、なんか外国の女性がいっぱい出てくるんですよ。でそういう形で多分最初は出会い系サイトみたいなエッジランクだったのかなと思いますけども、どん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 やってるうちに、今まで作った、例えばね、りょうこさんの今までいるお友達とやり取りした方っていうのが属性が測れますよね。その属性によって次はこんな方がいいんじゃないかなっていうので、 Facebook が自動的に、こう判断してね、おすすめしてくださるっていうふうにはなってきてますけども、まだまだ精度は悪いんで、知り合いかもっていうふうにおすすめで出てきてもあんまりね当てにはならないのかなとまだ思ってます。で、確かめる方法としては、その方のねアカウントにちょっと行ってみて、プロフィールを読んでみて、共通の友達がどのぐらいいるかなっていうので判断するとか、その共通の友達がその方のね記事を書いて、なんかいいねをしてるかどうかみたいな、シェアをしてるかどうかっていうところで判断されるとよろしいかと思います。で、案外ね、全く無関係な方が無作為に知り合いかもでおすすめで出てきてる例も多いんで、本当にね、関係性がまだね薄い方が出てる例が多いんじゃないかなと思います。はい、それではですね、また活動再開ということなんで、これからもねますますワクワクするような人生を送ってくださるんじゃないかなと思います。まあ我が家もね、大和くんの方元気にやってますんで、退屈せずに済んでおります。その節はお祝いの方ありがとうございました。またね、状況落ち着きましたらお会いできたらと思います。それでは。